い、みなやおとしゅんです。はい、今日はエッグのアカウントで質問募集した質問を返していこうと思います。イエイ。どうです、質問系。またやばい質問くんじゃないのこれ。ちょっと見た感じやばい質問しかない。いってはい、それではやっていこうと思います。まず一つ目は、二人の共通点は何ですか。二人の共通点、思いっきりはしゃぐかな。ちょっと難しい、ね、質問題。え、そう。でも結構みんなといてもまゆみたちがバーってなる感じです。連絡の頻度は毎日。基本まあ毎日、毎日してます。出会った時の思い出は、もう渋谷の SBY で会ったっていうあれしかないかも。確かに。でその後赤から行った。しゅんくんって体とか鍛えますか。一切鍛えてないです。でもさ、そういうのできないんで。よくさ、鏡の前でこうやってやるじゃん。意識は大事だから意識はそういうのできないんですよ、鍛えるとか。年の差を気にしたことは。いや、今はないけど。気にするのってだって俺でしょ。そうだね。じゃあそのなんていうの、付き合う前とか。あ、わーったよ。離れすぎでちょっと嫌だなとか、うん、離れすぎっていうか、まああんまなかったかな、あゆみに関しては。次、カップルコーデとかしますか。いや、しないです。なんか全身はしないかも。スニーカーとかシンプルな T シャツとかしかやらないかも。勝手に寄せてきます。違う、寄せてないよ。真似してきますか。たまたま、え、君もみたいな。わざとらしく。え、でもちゃんとあゆみ、しゅんくんあんま洋服わからないから T シャツとか買ってあげてるんですよ、プレゼントして。わからないからじゃない、興味がないからデートは何してる。普通っすよ。普通にドライブしたことある。じゃあ車で出かける。普通に箱根行ったりとか、そうそう、どっか行ったりとか、映画見に行ったりとか。映画ね、一時期めっちゃ行ってました、うん。彼氏さんの顔公開しないって以前載せてたのに、どうして公開されたんですか。理由なんかないでしょ。いや、まあ、結構めっちゃ来てる DM で。なんで急にどうしたんですかみたいな。え、そう、なんかあいも絶対載せないって言ってたのに。絶対とか言うからじゃん。え、違う、いや、載せない、あれだったの。しゅんくんと編集長が2人で話して進めてて、それで、ね、なんかもう断れないから映画いいですよって。いや、出る気なかったんだけどねでも、まずいきなりいいよって言ったんですよね。いきなり1年越しぐらいね、まあいいよ、え、いいのみたいなって感じです。借り作っとこうかなと思った、これでやべえ、借りできちゃっただいぶ溜まってるよ、もうだって何本目よって感じだから5ぐらいは溜まってるよじゃあ、イチャイチャしないんですか。わあ、しないですね。人前でしないでしょ、みんな。するの、人前でイチャイチャする普通。してる人はさ、無理なんだけど、そういう人。こういう人はイチャイチャしない。人に見せるもんじゃないでしょ。ちょっと怖い。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 怖いよ。優しいから。怖くないから。次、もしあゆみちゃんが生理になって辛い時に、彼氏はどんな接し方しますか。生理になって。うん。あゆみは多分明後日ぐらいに来ます。生理の女の子って本当難しい。まあでもあんま変わんないけどね。ですよ、あんまあゆみイラつかないから。優しいな。いや、普通です。普通にイラつきますよ。え、でもイラつくけど全然もう平気な感じ。あんまり、うん、あんまり変わらないです。基本優しいからね。基本優しいからねそうだね。あ、そうだね。愛されてるなって感じる瞬間は特にないかな。ずっと一緒にいるからこそあんま何も思わないかも感じです。身長差何センチですか。何センチぐらいだろう。10センチぐらい。いや、もっとだよ。20センチぐらい。20センチぐらい。あ、俺どんだけちっちゃいんだよ。こんぐらいじゃん。20センチぐらいです。何センチ自分。あゆみ154。あ、23ぐらい。で、180？ 100ない。177とか8とか。あー、感じです。今まで一番大きい喧嘩は。あ、でもさ、なんかあったよね。すっごい怒って別れたいまで言った喧嘩はあります。勝手に一人で怒ってるだけだけど。そう、勝手に一人で怒って勝手に別れたいって言って、やっぱごめんねって勝手に言ってる一人で。怒ったことないもん俺。うん、あんまないよね。なんか勝手に怒ってます。俺怒ることないんで。勝手に怒ってますね、あゆみが。怒ってるでしょ、一人でプンプン言って毎日キスしてますか。してないです。別に悪いことじゃないでしょ。うん、全然してない。兄弟関係は。兄弟、お兄ちゃんが1人と妹が2人、4人兄弟で、あゆみはお兄ちゃん2人と
と、いたっけ他。あ、そう、あゆみです。はい、なんか結構質問が一緒なんですけど、単位とか単位とかいい。あ、24時間のうち好きな時間は。どういう質問。あゆみはここで寝転がってテレビ見てる時が一番好きかな。休日の二度寝でしかないアラームをかけなくていい朝で起きて携帯いじってもう一回寝るみたいな。かっこ二日酔いなし。かっこ二日酔いなし。カップル YouTuber になってください。やります。やる予定は、まあ、今後あるかな。いや、言わない方がいいよ、そういうこと。急かされるから。やれたらいいねぐらいにしといた方がいいよ。やれたらいいですね。これから二人で行きたいところは。ハワイでしょ。じゃあ行かなくていいけど。タイミはフィリピン帰りたいです。って言ってんのって一緒だからね。行きたいね、フィリピン。バナナ食べたいし。いや、日本で行ったらフィリピンだよ。あ、産地直送。え、なんでもないです。二人でお風呂入りますか。入んないです。入らないです。風呂とか一人で入るもんでしょ。二人で全然入ってくれない。シャワーでパッて終わらしたいんですよ。だし一緒に入らないです。逆に温度が高すぎて。シャワーのだってこの前 51? やばくない。え、そうそう、シャワーの温度51度とか。怖くない。え、ガチ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 。だから一緒に入らない。この間友達とシャワー入った時暑くて話にならなかった。51度のいないかな、気持ちわかる人。51度はでもこうやって浴びてんじゃん。あちあちってなりながら51は本当暑いから。48はちょうどいいのよ。48が51は肌弱いと熱湯が気持ちいいのよ。ないよ。じゃあ家事の分担は してますか。してない。してないですね。こっちやるからあっちやるとか。皿洗い苦手なんで。そう。洗濯物はいいんだけど、洗濯物やるから皿洗いしてほしいです。え、でも洗濯物の方が簡単じゃないですか。え、そう、簡単なんですけど。だって食器って言ったってそんなに洗うもんないから。え、ある。だからあれは隅々までキュッキュ鳴らすまで洗いたいから。さあやればいいじゃん。で、それをなんか共有したい。無理無理無理。俺食洗機派だから。なんかお互いがたまんないなってとこ教えてほしい。たまんねーってやるとこ。たまんねえって何。たまんねえって。あゆみの寝顔じゃん。半目で寝て口ガーこんなんで寝てるから。この間動画撮ってそこがたまんねえってなる、うん、半目で目マジでこんなん開けて寝てるからそこがたまんないのね。たまんないっていうか、たまんねえってとこないんだけど。あゆみたまれよ。あ、一番たまんないと思うのは、あゆみがこうやって寝てるときにこのお腹をこう来てこうやってやられる。たまんねーってなる。出るんだった。夜のお誘いはどっちからですか。こっちからです。いつもあゆみから。いつもあゆみから。全然誘ってくれないと思う。ゲイかも。確かにね。キャンの時は誘うよ俺。そう、だからあゆみがいない間にそのしゅんくんの友達としゅんくんでベッドで寝てるの。え、で、なんだっけ、ん、なんかこうやってさ、触り合ってさ、なんかどこまでさ、くすぐったいかやってるんじゃないの二人で。全然やるよ。ワンチャンゲイだと思う。でもそれは笑いでだ。そういう、ね、あち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 。以上で質問コーナーを終わります。どうでした。エッチな質問ばっかり。そうだね。また次回ちゃんとした質問をお願いします。はい、ということで最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。